ディエトロモンティよりお送りいたします。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。スペースができている。スローインです。つながればチャンス。センタリング、スペースを見つけた。コーナーです。キラーパスになるのか。スペースを使う。これはチャンスだ。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブルを披露しています。コーナーキックになります。さあ、チャンス到来。ここから打つのか。コーナーキックになります。さあ、ここからどう攻める。コーナーキックです。さあ、チャンス到来。オフサイドはない。頭で合わせた。
おっと、足がかかった。これは危ない。折り返す。全く枠には飛んでいません。切れない。笛を吹いた。センターバック、前半戦終了です。さあ、後半戦が始まります。危険なタックル。ヘッドでゴール。先制点を許してしまいました。さあ、もう一度見てみます。不安定な体勢ながら力強いボレースローイン。シュート。シュート。取り損ねた。さあ、どちらのボールになるのか。ポストに弾かれた。これはちょっと危険なプレーでした。ここは
ローイン。スローイン。ガンガンプレスをかけます。シュート。これはゴールキック。頭で。後半25分、キラーパスになるのか。危険なタックル。壁を作ります。狙ってきた。ドリブルで上がる。これは惜しい。ちゃんと狙って打ってほしい。惨敗です。ゴールのなんと遠いことか。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。